アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。お願いします。いやもう12月ですよ。もう2022年終わりです。ありがとうございました。そうだね。なんか早かったですね。僕が始めたの今年ですよ。ラジオ。あ、そうなん。はい。いつ？1月1日から。え？そう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 。そうなん。はい。1周年です。多分去年の今頃は多分代官山ジム&サウナのオープニングで僕は死んでた、うん、そうですね。めちゃめちゃなんかやってました、ね、スムージー作ったり。やばかったなあれ。早いっすね。いやだから人生はねあっという間ですよ。あっという間すぎて怖いですね、うん、もうあさって死にますよ。この間ポカリと話してて、うん、昔の人全員ケトジェニックだった説みたいな。てかそれがまずそもそもケトジェニックだからね。え、どういうことですか。いやだから農作ができないからでしょ。そう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 。どうやって糖質取ってただろうみたいな話になって、木の実を食ってたみたいな。はい。いや多分ケトジェニックだったんじゃないっていう結論に至ったんですけど。いやもともとそのケトジェニックがなぜ大丈夫かって言われてるかっていうと、昔の人がそうであったからっていうだけのロジックで。ああ、そういうことなんですね。そうそう、だって昔糖質取れなかったじゃんっていう。うん。なんだかんだ芋とかあったんじゃないって話になって。ああ、でも芋があったとしても芋をその育てられないんだよね。ああ。なんか、人類が24時間だとしたときに、うん、要は人類が生まれたのが0時0分。はい。で、そっからなんか旧石器時代とかなんとかあるじゃん。うん、で、そっから農作をし始めたのが、うん、23時、もう50何分。なるほどね。まだ全然割合としてないのか。そうだから基本的に DNA はもう狩人なんだよね。ああ、まだね、まだっていうかもうずっとっすね。で本当に23時58分ぐらいに、うん、やっと認知革命とか産業革命とかかな、はいはいはい、が生まれたぐらいで、うん、だからその慣れてないよねっていう。なるほどなるほど。まだ米になりきってないわけですね。そう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 。だって1年かけて365日同じ場所で畑を守るっていう考え方がもう考えられないよね。そうっすね。でその瞬間だってマンモスに襲われたらどうすんだとかさ、うん、なんか悪い人来んじゃねえかとかさ、うん、すごいですね人間は、うん、いや進化しちゃうね本当に。頑張ってあとね、やっぱね、エネルギーとリアクションってめっちゃ大事だなって思いましたね。なんでそれ。いやもう僕11月めっちゃ営業やって、うん、結局僕の営業を言語化したらエネルギーとリアクションだった。僕飲み会で一番はしゃいでました、ね、飲み会で一番飲んで一番はしゃいで一番笑ってました、ね、飲み会って何それ。お客さんと飲み会ってこと。お客さんと飲んだりとか、うん、まあなんか自分でやってるコミュニティみたいな九州会みたいなの行った時に、いやそうなんだ、一番飲んでますね。なんか人をどうやって楽しませたらいいですかって、うん、自分が楽しむことなんだよ。そんな仏頂面でさ接待されてもさ、はい、なんなんていう話なんですよ。そうっすね。いやそれをなんかね、なんかおすすめされた YouTube があって、うん、なんか怪物くんっていう、うん、身長193センチぐらいある、うん、大男がただ飯を食うだけなんですよ、うん、でも安い飯で、うん、なんか業務スーパーでいっぱい美味しいものを買ってきて食べますとか、うん、あとなんか視聴者さんからもらった松坂牛を食べますとか、うん、ただうまそうに食ってるだけなんですけど、うん、もうめっちゃ見入っちゃうんですよ、うん、もうめっちゃ応援したくなるんですよ、うん、で600万借金が親にあって、へでそれを返すために YouTube 頑張ったりとか、うん、バイト頑張ったりしてるんで、うん、で親にとりあえず100万返すって言って、うん、あの実家に帰ったんですけど、うん、もう僕大号泣しました。久々に。で彼を分解した時にもうエネルギーとリアクションでしかなかった。なるほどね。はい、いいね。はい、ちょっと感動しちゃいましたね。いやー素晴らしい。であともう美味しいもの食べ行くのやめようと思いました。うわーめっちゃわかる。めっちゃわかる。業務スーパーのなんか変なマカロニサラダみたいなとか、うん、美味しそうに食べててもう行く意味ねえなと思って、うん、僕も決めたのは、はい、もう絶対寿司屋を予約しない。あれ
でも回らない寿司とかは予約しないとじゃないですか。あ、予約しない、突撃。いやもう予約しないといけないみたいなお店も絶対行かない。ああ、いやそうじゃない、幸せとか美味しさとかあるじゃんっていう。はいはい。なんかまあもちろんこれまではね、なんかそのここがいいとされてるところに、うん、自分が寿司を食いたいとか関係なく、なんかいいとされてるから、うん、その社会が何をいいと言ってるのかっていう、うん、その授業参加、何、社会見学的な感じで行くのはあったけど、うん、はいはいはい、なんかもう分かったわあの値段が高い店は全部まずいもう高い時点でまずいんだよ。なるほど、値段の割に価値と価格の大きさがね。そう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 。いやもちろんうまいよ、もちろんうまいけど、なんか記念日とかさ、そういうなんかさ、うん、そういうのはいいけどさ、はいはい、あれ人ダメにするわ。あ、お祝いとか、ね、それぐらいだったらいいけど、うん、いやそうなんですよね。なんかもうその彼が実家で金返して、で、まあ、実家から帰ったんでお母さんがご飯作ってくれてて、あのホッケをなんか毎日食べてたらしいんですよ、うん、そのホッケをもう骨ごとバリバリ食うんですよ、うん、もう僕涙止まんなくてそれ見てもう美味しいもの食べに行くのやめようって思いましたね、それ見て。ちなみに標準語ではホッケだから。え、ホッケじゃないですか。ホッケ、ホッケ、僕なんて言ってました。ホッ、なんつったホッケ、違う違う違う、ホッケ、違う、なんつった、ホッケ、違う、ホッケ、あれゲシュタルト崩壊したな。ホッケですね、うん、ホッケが黙ってるよね。ホッケです。ホッケ、ホッケですね。わかんねえまあいいやまあいいぜ、はい、そういきましょう。いや僕最近それで言うとめっちゃ号泣して。何でですか。映画。何の映画ですか。そしてバトンは渡されたっていう。かんねえ。田中圭と石原さとみ。どういうお話ですか。恋愛系。どういうお話かって言ったら、まあ簡単に言うとネタバレになっちゃうんだけどまあそれを覚悟で言うと、とある女の子がいるわけ、はい、少女4歳の女の子、うん、でこの女の子が成人して結婚するまでのお話ですと、うん、はいはい。で4歳からその20何歳になるまでに、パパが3人変わる、3人になるんだ、2回変わるんだよ。おお、はいはいはい。でママも2回変わるんだよ。おお、っていうそのまあ悪く言ったらたらい回しにされるの、子供が。はいはいはい。でもめっちゃいい子に育つ。なるほど。だからそのストーリーとしてはたらい回しにされまくるから、うん、なんか要は社会的に親ガチャだとかさ、はいはいはい、親のせいでとか環境でとか、うん、っていうその環境と子供の発達発育っていうのが、うん、こう考えさせる感じ。なるほど。自分の人生責任持って生きろっていう話ですね。そう。ただね、まあこれを見た後に語りたい話はまあいくつかあるよね。なるほど、うん、それは必ずしも本質じゃないっていうことを言いたい。ああ、なるほど。まあそれちょっと見た人がいたら教えてください。さて質問でもいきましょう。いきましょう。20代後半で営業マンをしているものです。今後日本は富裕層と貧困層の二極化がアメリカのように進むと思いますか。富裕層になって一生稼ぎ続けるにはどんな選択をしていくのがいいと思いますか。芦名さんの見解をお聞かせいただけますと幸いです。なるほど。とてもおかしなこと言ってるね。ほう。二極化していきますが、もう二極されてるんですよ。あら、もうその時点で遅いですね。ええ。学費ってさ、はい、あお、はい。普通年間20万ぐらいでしょ。うん。高くても。で私立になると年間80万から100万ぐらいでしょ。うん。それが多分一般人の高いじゃん。うん。でも。グローバルってまあインターナショナルスクールってことだけど、はいはい、普通に年間300万とか言うでいくわけよ、うん、400万とか、はいはい、っていうなんかもうなんだろうな、あまりにも知られてない、うーん、だしご飯屋さんもなんか
ディナー3000のご飯屋さんもあるし、うん、ディナー3枚もあるし、ディナー30枚もあるわけよ、うん、え、そんなとこあるんですかっていう時点でもう貧富の差が開きまくってるよね。なるほど。でもなんかその日本の、ま、メディアとかもそうだし、メディアを中心とするリテラシーみたいな問題だと思うんだけど、うん、あたかも二極化されてない、あたかも日本の国民の皆さんみたいな話になってるじゃん、呼びかけが、うん、あれがもう間違ってるからね。なるほど。メディアが言ってるのは貧乏人のクズの皆さんみたいな話だからマジで、はいはい、だからあそこで流れる情報とかも、うん、もう本当に貧乏人を喜ばせる、その頭の悪い人たちを喜ばせるための情報にしかなってないわけよ。うん、あれ非常に問題です。うん、だから稼ぎたかったらまずテレビを消しなさいっていう、うん、そんな本でも書こうかなっていうぐらい。いや本当にそうですよ。みんなが見てるもの見ちゃダメだと僕も、うん、そう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 。だからサッカーとか見ないんですよねそしたら尖ってるって言われて。なるほどね。サッカーはいいと思うけどねみんなが見てるから逆にもう普通に見ないっていうそうそうそう。まあでもあの間違いじゃないと思うけどね、その判断軸は、うん、いやそうなんですよね。あとはなんかさ、あれしようよ、公演イベントやろうよ。結構やってますよね。え、マキ主催なくない？僕主催？うん、マキ主催とアッシュレイディオ主催。ああ、はいはいはい。確かに。どうやってやろうかな。例えばさ、なんか最近流行ってるやつとさ、はい、なんか僕とマキの交通費と宿泊費、うん、だから、まあ大阪あったら、まあ、計10万円ぐらいでいいから、うん、もう10万円さえ払ってくれれば、うん、あとはなんか全部 やってく、うん、やってくださいみたいなとこでいいんじゃない。ちょっと募集しますね。法人の方でもいいですし、自分で詰めてたらめっちゃ大変だと思うよ、うん、その、あ、あの呼んだ人がね、うん、確かに。今度は会社の人事の方とかさ、はいはい、なんか社内向けなんとかセミナーとかでなんかさ、うん、やんなくちゃいけないとかでさ困ってる人がいたらなんか、はいはい、でなんか大分あたりに来たよ。大分か。牧大分だっけ。僕大分です。じゃあやめよう。あ、全然行きたいですけどね。マジ。はい、金沢あたりにさ。あーね、地元の家根付く。静岡でもいいけどね。おお、静岡とかなんかありそうっすけど、うん、どういう。でもなんかやっぱ営業マンの方がやっぱねいっぱい来ますもんね。確かにね。営業会社プルデンシャル、プルデンシャルの各支社を回るっていう。確かにになんか保険の売り方を教えますか言って。ああ、でもそれが一番需要ありそうっすけどね、うん、その金融系の営業マン。いや、そうなんだよね、うん、不動産の方がなんかねちゃんと仕事するの難しいんだよね。はあ、いや保険ってやっぱエグくて、はい、なんかその商品差がないじゃん。うんうん、うん、要はその金融商品は金融商品だから。確かに。まあプルデンシャルだと一社専属だと厳しいけど、うん、なんかそのまあいい商品を選べばさ、うんうん、なんか同じ商品を誰が何個でも買えるじゃん。うん、あれがすごい。なるほど。不動産は1個買ったらもう終わりだからさ、うん、東京のあそこの物件ないんすか、ないんだったら違うやつにっていう、うん、なるほど。あっちがよかった、なんか一番いいのだけを、そうっすね、進めることが論理的にできないじゃん、不動産って、うん、確かに。確かに保険ってすごいっす、物がないからね。そう、だから何売ってんだよそれ証券をね約束を売ってるみたいな感じだよね。ああ、だから金融機関で作る、まあ、金融機関を建てること自体がまあ難しいしね、うん、絶対約束守れんだなっていうのが金融会社だよ、はいはい、うん、代理店とかめっちゃ増えてますよね最近。あ、代理店やっぱすごいよね、あれね。いや僕びっくりしたのがさ、はい、あの COT とか TOT とか聞いたことある？なんか出口がなってですね。ああ、そうそう、僕あれをさ、プルデンシャルで、
MDRT ってよく聞くじゃん。はい。で、その次がなんだっけ、COT か。MDRT 基準の3倍で COT か。へぇ。で、MDRT 基準の6倍で TOT なの。へぇ。で、プルデンシャルで TOT になるってほぼ無理なんだね。へぇ、そうなんすね。でも代理店っていけるんだね。あー、基準が会社によって違うんすね。そう。それなんか、いや、あれなんかびっくりした。僕がプルデンシャルの時は、はい、MDRT って、うん、すげえ楽な、楽なの。あ、誰でもいけるだろうっていう。はいはいはい。でもなんか、僕が辞めてから、なんか結構 MDRT ですとか、うん。まあ、多いですよね。お前それなんか、MDRT 自慢するって、はい、なんか、甲子園優勝した僕からすると、なんか、地方大会ベスト8ぐらい。いや、僕の学校、甲子園出て、僕アルプスで応援してましたみたいな話だ。なるほどね。試合出てないよなみたいな、はいはい、頑張ってるのは頑張ってんだよ、はい、だけどそれをなんか、なるほど、あまりにも豪語する人が多くて、あ、多いですね、あ、そういう称号になってんのかっていう。なるほどね。でそれで言うと、だって僕23歳の時に保険代理店の基準だったらギリ TOT 行かないぐらいかな。23で、うん、とんでもねえ、したかな、とんでもねえじゃないですか。3000で6000、うん、違う、3000でしょ、ってことは僕6000、多分7000万ぐらいやってるでしょ。7000万だと、うん、50でしょ、で3だから6倍でしょ、うん、6倍でしょ、あ、言ってるね、多分ね。TOT。うん。23。代理店だったらね。あ、プロデューサーだったら全然いけないよ。へぇ、そんな違うんすね。うん。じゃ、プロデューサーの COT、TOT やっぱすごいんですね。やばいやばいやばい。今でも。うん、プロデューサー勤務かつ TOT って言ったら、うん。多分余裕で億超えてる。で、保険代理店の TOT って言ったら、多分ね、1000万で4000万ぐらい、あー、 TOT で多分3,4千万ぐらいじゃない。プロデューサーの基準3倍ぐらい違うと思う。うわ、3倍。うん、国内の保険も一応ありますよね。デビン MDRT とか。デビン、デビン国内保険の営業も。あるあるある。あれはじゃあもっと低い。ね、MDRT の裏話どうなってるかっていうと、はい、まず本当は MDRT って何の略かっていうと、うん、ミリオンダララウンドテーブルっていう。はいはいはい。要はミリオンダラって1億だよ。ミリオンダラ、はい。だから1億以上稼いでる人で会議しましょうよって会なわけ。全然違うじゃん。いや、そうそれがズバズバズバだったから、いろいろ話がなんか変わってきて、はい、で、なんか MDRT はまずどこの会社に所属してるかによって達成基準が違う。はいはい。で、達成基準っていうのはアニュアルコミッション、いわゆる AC って言われる保険て、うん、年間保険手数料で見られる。なるほど。で、プルデンシャルとかだと、年間1000万円っていう契約をすると、うん、AC ってアニュアルコミッションって確か400万ぐらいなの。うん。で、40% じゃん。うん。で、代理店とかだと、1000万の契約を年間で決めると、うん、800万とか、中には1200万とかになったりするわけ。手数料で。手数料が。なるほどね。だから400万と1200万とは3倍違うじゃん。そうっすね。っていうこと。なるほどね。あ、手数料がだからプルデンシャル低いんです。プルデンシャルは、ん、4年とかで入るんだよね。あ、なんかそういう1年目がドーンで4年ずつ入る、はいはい、でもなんかそっちだと多分ワンショットとか多分そういう、なるほど、多分そのショット性が違うんじゃない。はい。でも MDRT は年間の手数料で見られるから。なるほど。プルデンシャルは多分分散されるんじゃない。はいはいはい。あ、手数料って自分への報酬ってことですか。そう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 。へえ。あ、じゃあそんな売っても400万ぐらいなんですね。そう、でもそれはプルデンシャルその場合4年間続くから。なるほど。それが。ああ、なるほどね。
だ4年間続くやつをもう3年分先払いしますよっつったらそれはシンプルに3倍になるじゃん。なるほどっていう。なるほど、謎が解けました。だからなんかその保険会社としても、うん、MDRT 出したいじゃん、うん、だからなんかマキさんの4年分の報酬を、うん、3年分か3年分の報酬をマキさんもう今年で全部、うん、払いますんで、もうその代わりあの3年間年収年俸ゼロですよ、うん、だからもう馬車の馬のように働いてくださいって。なるほどみたいな感じ。じゃあ僕プルデンシャルの方がいいな。ようこそ。回転率を上げたいですね、プルデンシャルで。そう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 。だからやっぱなんか表面利回りがすごいよく見えるからね大体ね、うん、まあ実際にキャッシュインは早いしね、うん、まあ、お客さんには関係ですからね、うん、MDRT だろ何度も、うん、そうなんだよね。そうなんだけどやっぱり仕事できる人っていうのは、うん、あの長くしでい長くいい仕事をしてる人っていうのはやっぱいいよ、うん、確かに、うん、信頼がありますね、うん、長く愛される仕事。ありがとうございました。